始まりましたクローズアップ映画祭、今回は第16回田辺弁慶映画祭を紹介しようということで、おなじみの松崎誠さん、おなじみでございます、はい、すいません、お越しいただいております。映画活動家で放送作家の松崎誠です。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、田辺弁慶映画祭もう16回目になる。そうですね。で、今年は去年はちょっとおととし繰り返したのコロナになってから、ね、おととし完全オンライン で、うん、で去年はオンラインなんですけども、あの田辺に監督と審査員が行くという形式で、そうでしたね、発信しまして、はい、今年はだから3年ぶりの、まあ、リアル開催、はい、まあ、元に戻った形、ちょっと微妙に違うところもあるんですけど、今年はオンラインやらないんで、まあ、元の形に限りなく近い形に戻ったっていう感じですね、うん、はい。あの他の映画祭も結構今年に入って通常開催に戻ってっていう形の映画祭が増えてますのでね、田辺も今回は、はい、で11月11日12日13日の金土日の3日間で、はいはい、で会場は、まあ、これまでと同じ田辺市の紀南文化会館大ホールと。ちょっとだからそこで違うのが、あの3年前までって、コンペ、いわゆるインディーズ映画のコンペに関してはショーホール使ってたんですよ、はいはいはい、あのキャパ200ぐらいので、一方で大ホールの方って招待上映を中心に、あの一般作品とか、はい、あとゲストの作品を上映するのを中心にやってて、だからそっちはキャパ1200、300あるんですけど、そういうふうにやってたんですけど、今年は全部大ホールの方に集約して、あの招待作品もコンペ上映もそちらでやるという形になります、はい。で、まあ、今年コンペティション部門の作品と招待作品と、まあ、あるわけですけど、コンペティションの方が無料で招待作品の方は有料での上映ということですね。はい、というわけで、では、まあ、メインのコンペティション部門の作品、はい、松崎さんに1本ずつ語っていただきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、まず今年のノミネート作品が、7本ですね、はい、はい、ではまず、ノットビア、ノットビア、はい、中川博隆監督ですね、はい、はい、これはですね、まあ騙し合いのコメディというかですね、詐欺師の若いあの兄弟分の男2人がいるんですよ、うん、で、まあ、一人暮らしの独居老人の、ところを訪ねてですね、その片身で旦那さんの片身で持っているその老女が、うん、なんかね金の入れ歯があるんですよ、それが。ほうでそれを安値で買い叩いて騙し取ろうとしてるんですけど、ああなるほど、でやっと話まとまったなって、なんかどうも認知症が入ってるっぽくて、それって騙して、それを騙してだけどなかなか話は進まないんですけど、でようやく話まとまった、じゃあちょっと何週間か経ってから、はい、で来たらおばあさん亡くなっちゃってて、お通夜になっちゃってて、 あ、はい、あらーと思ったらですね、そこにね、そのおばあさんの孫という若い女と、うん、あと顧問弁護士がいて、うんうん、でその2人がわーがっかりした、まあこれどうにもなんねえなってなった時にですね、ちょうど暴風雨になっちゃうんですよ、帰れなくなっちゃう、その4人だけ帰れなくなっちゃうんですよ、うんうん、でそこで残った遺言状、要するにこの最後に残った人たちの前で遺言を開けろという遺言があって、うんうん、開けたら残った4人で話し合って分けろと、でそれでまとまらなかったらって言って、なんか2の3、遺言状3の遺言状ってあるんですけどでこれで一計を案じるんですね、詐欺師が、はい、これは身内のふりして金取っちゃおうかとみたいな話が出てきて、で同時に そこにいる、じゃあ老女の孫、それから弁護士、はい、この辺もちょっと1枚2枚裏があると。なるほど、そうなんですね。でちょっとそこでですね、ちょっとバカし合い騙し合いみたいなものをやるんですけど、ちょっと結構展開はハートフルになっていくんですけども、結構ウェルメイドな、うんうん、作品ですね、ノットビア。まあ、中川監督は今回のノットビアが長編初監督作品、ね、そうですね、はい、はい、まあ、これまで短編を撮られている監督ということで、はい、はい、紹介文にもハートフルワンシチュエーションコメディと書いてある、はい、だから、はい、なんかね舞台とかもやってらっしゃる方なんみたいなんですけども、ちょっとそれワンシチュエーションで展開していくっていうのは、はい、なんかねこれ昔っていうかもう結構この20年ぐらい前に、
割と三谷幸喜シンドロームみたいな時期なかったですか、そのドラマ作るんでも映画作るんでも、あのこう舞台でもワンシチュエーションが転がしてて、え、こんな方に話行くのって、ちょっと僕そういうところで懐かしいなっていうか、あるいはあの映画で言うと如月翔子君というかですね、はいはいはい、覚えてる人はどれぐらいあるじゃないですか、一つの場所にあの関係がなさそうな人が集まって、でも実はみんな関係があって話が転がってきて、ええって意外な方に行くみたいな、そういうちょっとそういう懐かしいテストもありますね。ちょっと面白そう、はい、ノットビア中川博隆監督ですね、はいはい、では続いての作品ということで、続いてが、4人姉妹ですね、はい、菊池誠監督、はい、あの女性です、はい、菊池さんこれ自分で主演もなさってますね、はい、あのまあ、4人姉妹ってタイトル通りなんですけども、多分30代後半ぐらいの超一番上のお姉さんから、20代後半の一番下の妹が4人姉妹、それぞれ、まあ、家庭があったりこれから結婚するとかいろいろあるんですけど、あの、まあ、お父さんはだいぶ亡くなっちゃってるみたいなんですけど、はい、まあ、お母さんが最近亡くなられたみたいで、あのそれで、まあ、4人が幼くして育ったうちを明け渡すと、うんうん、で遺品を整理して、まあ、自分たちの荷物とか整理しに来て、で4人で集まって、8年ぶりぐらいに4人全員揃って集まるって感じみたいで、うん、遺品整理しながら、そうすると過去のこうフィードバックというフィード過去のことを思い出すみたいな話で、そういう過去の話の回想とですね、今の4人とって交えながら、まあそのやっぱりね、こういう言い方今しないと思うけど、昔よく女さんによればかしましいって言い方あったじゃないですかはいはい、はい、4人だからもっとかしましいですよねでまあちょっとね、それぞれ抱えてるコンプレックスだったりとか複雑な思いとかあって、お父さんが、まあ、ある一時期を成した人みたいなんですよ、うんうんうん、だけど後継ぎで息子が生まれなかったから後継がせなかったみたいなって、そして4人がそこに対して複雑な思いを抱いていたりとか、でお母さんはお母さんで変なあれですけど、そのもう3人娘生まれたからいいやと思ってるのに、うん、お父さんがどうしても男の子を知ったけど4人目も娘が生まれちゃったみたいな話が出てきたりとかいてなんかその辺のね、あのやっぱり4人が4人ともやっぱりその父にも母にも愛はあるんだけども、うん、で向こうも多分4人とも愛されてたんだけど、うん、やっぱりそのそこにきしみとかあったりとか、うん、やっぱりあの、ね、長女の責任感あるけども、うん、3畳4畳ぐらいになっちゃうとこう責任感が薄くなってきてたりとか、そういう兄弟のなんかね、あのギャップもあって、で実際あのこれね、菊池誠さんね、3人姉妹らしいんですよ。そうなんですね。で結構それで親が亡くなった後に、あのそういうやり取りがあったみたいなのもこういうのヒントにして、あの映画にしたってことでですね、あのでこれまあ、 あの菊池さんもそうなんですけど、一応これ4人ともまあプロの女優さんですね、4人姉妹やってる人たちが。まあ、インディーズなんかでも見かける方が多いんですけども、はい、まあ、そういうことでですね、きっちり演技もされてますし、まあ、いろいろスタッフも、割とこう腕のある方を集めたみたいなので、うん、まあ、なんていうのかな、30分ってこう短い作品、32分ですか、はい、32分でこう短い作品ですけども、ちょっと今回こういう形で7本の優先作、うん、今年184本ね、応募があったんですけど、過去最高だったんですけど、ね、まあ、そういう中でやっぱり長短あるんですけど、うちの映画祭って30分以上だったら一応、はい、全部審査対象になるんで、まあ、32分って結構ギリギリの尺ですけども、うん、そういう中で選ばれたという感じです、はい。まあ、4姉妹ものっていうのがね、ちょっとまた映画、うん、いろいろあるよ、過去の映画とか若草物語ですよね、笹目幸とか、4姉妹ものっていうといろいろありますけど、ね、はい、よくも4人女の子生まれちゃったなみたいなねあれですけどね、はい、で菊池誠監督の4人姉妹ですね、はい、はい、では続いての作品が、明ける夜に堀内優樹監督です、はいはい、これはスキップでもね、はい、今年コンペで入選されてましたけど、はい、まあ、東邦学園ってね、専門学校、映像関係の専門学校なんですけど、そこの、卒業制作だったかな、ちょっとよく、うん、その学生さんが、作った映画で、まあ、これワンナイトものですね、うん、要するに、青春映画のワンナイトもので、うん、群像劇ですね、うん、だから、まず、まあ、主役がだから何人かいるんですけど、うん、まず就職活動中の男女っていうのがいて、それぞれまあ、それまで知り合いじゃないんだけど、就職の面接に行こうとしたら、
なんか突然そこの会社の社長が失踪したんで中止になっちゃって、で2人とも行き場がなくなって、じゃあもうあのこの夏ずっと就職活動してて2人ともいいことなかったってから、ちょっとあの一晩冒険しようみたいな。で冒険っていうのは何かっていうか、まあこれはあのお題目なんだけど、じゃあ失踪した社長を探しに行こうと言って、で2人であのねお酒飲みながら歩き出すんですけども、まあそういう2人がいて、一方あのあれですね、なんか野球のユニフォーム着てるけど、どうも高校生にしてはちょっと老けてる男がいて、でなんかあるあの女性にあの電話をする、でちょっと今日今から海で会えないかと、まあ、普通そういった愛の告白かと思うけど、そういうことじゃ実はなくて、あの彼はちょっとなんかあのその高校時代に甲子園の予選で、まあエラーしちゃって、そのちょっとおいおい4年間抱えてて、でそこのついてちょっと一回こうちゃんとあのなんていうの詫びたいと、マネージャーだった女性に。でこれも変なんですけどね、でそうやって電話かけられた女性は女性で、あの不倫の真っ最中で何か別れ話を男から持ち出されて、あので別れたくないって包丁を突きつけてる最中にその男から電話かかってくると、でここの転がり方もあって、でもう一個あのバイト先コンビニであのバイトしてる男女がいて、で男の子の方がすごい気弱なんだけど、その一緒にバイトしてる花ピアスの女性にこう惚れてるわけですよ。で告白できなくてうじ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 しててみたいな、そういう、3組ぐらいか、そういうぐらいのね人たちのその青春が一晩でちょっと交錯していくと、要するに、こことここ関わりあるのかどうかよく分からなかったら、あなんとなくこうみんな実はちょっと関わりが出てきてというこう、まあある意味普遍的な展開なんだけど、ちょっと変な人が出てきたりとか変な絡みがあったりとか、で今言ったような話の裏に何があったりとか、ちょっといろんなものが絡んできて、っていう話でですね、これはだから95分ですから、今回一番長いのかな、あ違うか、もう一本長いのあったから、90分超えてるの今回2本しかないんですけど、はいはい、その1本ですね、はい、これでもあのまあスキップでもね、はい、割となんかまあ、変な映画ですけど見やすい映画だから、割と今どあっちこっちの映画祭入ってるんですよね。そうですね、まあ、スキップシティが一応ワールドプレミアという形になったんですけど、まあ、東京学生画祭とあと奈良とたまにウェーブと、結構あの大人気ですね今ね、開けるように。そうですね、それで、ここのチームは結構ゾロゾロどこでも出かけてるみたいなんで確かに奈良でも写真見ましたよ、ね、まあ、奈良まで出かけてる田辺も、僕ちょっとまだちゃんと拍手ですけど、多分あのこの脇役であの不倫相手の夫やってたの、ともへやまくんって俳優がいるんですけど、あの田辺で会いましょうって僕のとこメール来ましたからあ、じゃあ多分あのご一行で結構主役から脇役までいらっしゃると、これはね、あのそうすると TG がさばくのが面倒くさかったですが、まあ、そんなこと言っちゃいけない、松崎さん MC をやるんですまああの多分にぎやかにいらっしゃるのかなって、あの先ほども言いましたけど、一昨年完全オンラインだからそういう機会で、はい、去年はあのもう現地に監督が行ったんだけど、ちょっとやっぱコロナ対策で出演者までは現地来ないでっていうふうにしちゃったんで、去年は本当にね、で会場にお客さんいないじゃないですか、はい、でティーチンって普通あの、まあ、通常は、まあ監督出演者で2人か、あとはもうちょっといろいろ来る場合って 4,5 人とか並ぶ、多いと6人ぐらい並んじゃうことあるんですけど、で僕が大体あの最初に2問ぐらい振って、あと会場から質問もらってってやり取りになるんですけど、去年あの監督と僕で1対1だったんで、それで20分ですから結構ね大変だったんですけど、まあ、Q&A というよりはもはやインタビューみたいな感じです。そうです、だからあの全部考えなきゃいけない、あの会場で振ったら振ったでね、変な質問出たら困るから、ちょっといろいろあの考えなきゃいけないんですけど、ちょっと違う疲れが去年あったんですけ ど今年はちょっとまた従来の景色に戻るので、はい、あの久々に、ね、だそうすると人数多い方がちょっと賑やかでいいかな、うん、まあ、他のチームがちょっと何人で来るかってことは把握してないですけど、うん、明ける夜はその脇役の方から、はい、あの電話あの連絡来たから、まず多分結構そうですね、大所帯じゃないですかと思います。はい、まあ、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、はいはい、こちらの3作品ノットビアと4人姉妹と開ける夜にが、初日でございますね、まず、はい、11日金曜日の上映ですね、はい、これ午後に全部、上映されます。はい、はい、で、続いて12日にじゃあ上映される作品で4作品順番にいきたいと思います。はい、まずは夢が眠る場所、はい、小池匠監督、小池匠監督ですね、はい、
まあこれはあの主人2人主人公がいて、まあ多分20代後半ぐらいの男の人と20歳ちょっとの女性なんですけど、まあ男の方がカメラマンなんだけど、まあ、アシスタントとかやってんだけど、どうもやっぱりこう自分に才能ないんじゃないかとか、頑張ってんだけどちょっと壁にぶち当たっちゃって、もうその日の仕事で辞めるってその自分のついてるカメラマンに言っちゃって、でブラブラしてるとなんか逃げてきた女性にぶつかっちゃって、はい、で、まあ、そこからちょっと、まあ、また出会いがあって、交流が始まるんだけど、うん、その女の子っていうのは、まあ、若いんだけど、親の父親の、ね、背負った借金で身動きが取れなくなってる、うんうんうん、でだからもうちょっとどうにもならない人なんですね、そういう意味で。だからちょっともう最後の記念にね、私の写真撮ってるカメラマンだったら、だけどカメラマンの方はもう自分はもうやめようと思ってる時にそういう人に出会って、うん、でまあこういう負の状態になる2人が出会ってどういうふうにこう化学変化していくかというお話ですね、はい。だからこれ小池監督は、ね、20代後半ぐらいなんですけども、まあ、結構いっぱい実は短編中編撮ってらっしゃる人で、はい、でなんか田辺もこの数年よく応募はされてたみたいな、初めて入選ということで、はい、はい、じゃあ初入選ということで、初めて入選決まった夜にたまたまいた飲み屋で彼がバイトして、まあ、ある意味運命的な出会いじゃないですか。本選でどうなのか知らないですけど、決まったっつって、それおかしかったのがまだ発表前だったんですけど、本人たちに連絡見てるじゃないですか。はいはいはい、飲み屋行ったら、どうもありがとうございます、なんだこれとそんなことがあっておかしかったですけど、ね、まあ、結構まあ、プロの現場とかも行かれてる方で、はい、腕はまあ確かで、で待望の初入選ってこのことでですね、ちょっと主役の女の子とかも新人の女の子みたいなんですけども、はい、まあ、そういう2人の、ね、負のところから、うん、でこれもそんな長くなくて40分ぐらいなんですけども、はい、まあ青春ものというかね、ある種世相は反映はしてるようなところもあって、まあ、その辺が見どころかなって気はします、うん、はい、はい、小池匠監督の、うん、夢が眠る場所ですね、はい、はい、では続いての作品が、夢見るペトロ、田中さくら監督、はい、夢が続きますけども、はい、全く作風が違うというか、これはねちょっと一口で全然説明できないような映画で、なんかその主役の女性がね、チラシ配りのアルバイトをしてるんですけど、うんうん、なんかその何ですかね、うちに帰ると鳥かごの中で飼ってたのがペトロがいなくなった、飼っていた名前がペトロ、鳥の名前、鳥かどうか分かんないわかんないんですよこれあ、なるほど、出てこないから、あ、でなんかそこにね、まあ兄と結構2人で生きてきたみたいなところ、うんうんうん、その大好きな兄が結婚するって話があって、あ、なんかそこで心理的に交錯して、あと一緒にバイトしてる友達のペットだか男だかもいなくなってみたいな話があって、はい、でストーリー説明するとそういうことなんですけど、はい、これはちょっと不思議な展開で、見ないと説明できないから、なるほど、でちょっとね今回7本の中で、はい、結構そのストーリーをしっかりしたものが多いんですけど、うん、これはそういう意味ではそのしっかりしてないって意味じゃなくって、うん、あまりストーリーにとらわれないというか、なんかこう、ね、なんだろう、ストレンジな感じなんですけど、はい、ちょっとセンスですよね、なんかちょっと一風変わったというか、7本の中で異彩を放ってる作品ですね。なるほど、女性監督ですけど、はい、多分20代前半の女性監督ですけど、このペトロが何かっていうのは、まあ、見てっていう感じですか、ね、うん、そうですね、だからこういう場合ってね、例えばよく五道待ちながらじゃないけど、五道、うん、って何だか分かんないじゃないですか、うん、何だか分かんないっていうか、はい、まあそうですね、何か何かをこう固くしてるというか、はいはいはい、何かを意味して、うん、この人が何かなくしたものだったりとか、うん、失うものだったりとか探してるものとかっていうような
ものなんじゃないかなとは思うんですけど、これはちょっともうあの口でこう説明して、だから映画なんですよ、そういう意味ではすごく、まあそうですね、映画的、映画的ですね。だから割とそうですよね、あのなんかやっぱり今時こういう言い方ってあんまりしないけど、やっぱこう女性監督ならではっていう感じはしますね、この不思議な感じは。あの監督が不思議ちゃんかどうかはちょっと会ったことがないんで、はい、まだ分かんないから当日ちょっとドキドキしたで、こういう映画撮る人って結構不思議ちゃんじゃないかなってちょっと僕はなんとなく思うんですけど、ちょっとね当日ドキドキしながら、あのさっき の, あの飲み屋で会った監督と違ってこの人はまだ会ったことがないので、そうか、そうですね、じゃあ田辺で、はい、初めまして、初めましてっつってね、はい、じゃあ田中さくら監督の、夢見るペトロですね、はい。で続いての作品が、ヒプノシス。ヒプノシスってね、はい、あの意味わかります？ヒプノシスって、あ、ちなみに先にあの奥井拓人監督ですね。あ、そうです、はいはいはい、ヒプノシスって何ですか？催眠。ああ、なるほど。これね大阪芸大の卒業制作、はいはいはい、まああのうちの映画祭って大阪芸大の卒業制作ラインってあるんですけど、あのでもなんかあの面白いのは、じゃあ先輩後輩の月綱とかあるのかと思うと結構全然つながってなかったり、そういうもんなんですね。あの B2 とかもそうですね。 B2 は中浜くんとは、うん、あの別に知り合いでもなんでもないわけです。あのそうなんですね。中浜くんは中浜くんで、その前の近藤圭介とか、はい、二宮健とかとは別につながり全然ないんですよ。そうなんですね。だ単にあの大森和樹学長の元で教えをこうたという共通点でだけどなんかやそうは言っても色がちょっとどっかあるなとは思うんですけど、うんうん、プロシスってまあ、主人公がね、うん、催眠で悪いことする人なんですよ。まあ、ちょっとねあんまり細かいこと言わない方がいいんだけど、うん、ちょっと時計を使って相手を催眠状態にしちゃって、うん、でまあその本人の持ってるもの盗んじゃったりとか、うん、いろいろやっちゃう人、うん、だからすごい腕を持っている、うん、そういう青年がいて、その青年はなんですかね、ある女の子に恋をするんですけど、うん、その女の子が彼氏から DV を受けてて、なんとかこの人を救いたいと彼は思ってるみたいな、うんうんうん、あるんですけど、それから15年後の話がちょっと並行して進むんですよ。で15年で彼はなんかちょっと15年間世の中に出てこない状態にいたと、まあ、これも見てからお楽しみしますけど、でまあ腕は相変わらずなんですが、でそこでまたちょっとなんていうかな、不幸な、さっきの借金取りの話じゃないですか、ああいう形ですごい不幸な状態にいる女性と出会って、でその女性をまた救おうとすると、その15年前の話と今の話がこう重なっていくんですけど、これキーはこの男の催眠というのはどこまで、うん、どんな対象までできるのかっていうのがキーになっていくんですよ。でそれがね、だから簡単にどんでん返しとか言っちゃうと良くないんですけど、はい、ちょっと展開にこう意外な、その何だかね、15年前の話となんで今の話を並行して描いてるのかっていうのも最後に謎が解き明かされるんですけど、ちょっとその辺結構考えてストーリーを練ったなというか、割と異色ですよね。やっぱりインディーズ、うん、インディーズにしてはって言っちゃ変ですけど、うん、よく考え込んだ脚本だと思います、ね。大阪芸大の卒業制作って結構個性強い作品が、そうですね、さっきも名前出ました中浜康介なんかも、B2 って、うん、多重人格、そうですよね、十二重人格か、うん、十二重人格で一気に画面に8人ぐらい出てくるみたいなんですけど、その人格が全員出てくるとみたいな、はい、そういうのあったんですけど、うん、まあ、だから路線は違うんだけど、まあ、ちょっと大阪芸大の一種ひねり技で、この大森和樹か学長がこう指導がちゃんとしてるのかどうか僕はちょっと知らないですけど大森さん昔田辺の審査員やってくださったりしてたんで、あんまりうかつなこと言っちゃいけないんですけど、まあなんだろう、ある意味大阪芸大らしいかもしれないですね、これね、うん、なるほど。そうですね、大阪芸大の作品は結構僕も気になる作品が多いんで、はいはいはい、ヒプノシス奥井拓人監督ですね、催眠という意味でございます、はいはい。
では続いてコンペティション最後ですね、はいはい、箱舟大西良監督、はい、99分で、はい、今回 最長の作品ですけど、これは ある意味ミスター田辺弁慶のこと、はい、木村智樹の主演作、ね、あ、なるほど、はい、木村智樹といえば、はい、田辺弁慶で2回俳優賞を取ってるというね、で3回目になるかそれ知らないですけど、まあ、取ったらもういよいよ殿堂入りな感じで殿堂ですよね。で今殿堂入りしてんじゃねえかって話もあるんですけど、まあ、これでもね今までやってないような役なんですよ。木村智樹の割と役柄って割と、まあ、仲いいからよく分かってるんですけど、だらしない男か悪役かっていう、これはちょっとまた違ってて、10年ぐらい前に事故で目が見えなくなってしまった男なんですよ。でだから日常生活はもう母が亡くなっちゃってるんで、要するに肉親というか父母も亡くなっちゃってるらしいんで、おばさんが面倒、日々の面倒見に来て、まあ、時間で送り迎えとかしてるんですけど、昔はどうも漁師だったらしいですね。でまあ日常的にね、何ですかね、まあ、できる仕事として電話のオペレーターみたいなことをやってたりして、はいはい、まあ、あとは時間の時は釣り、海でこう釣りしてるみたいなことをしてる人なんですけど、その彼が、だから中学時代に近所に住んでた女の子が、お母さんが病気なんで久々に帰ってきてる、で中学時代3年間一緒だっただけなんだけど、その時帰り道一緒だから一緒に帰ったりして、別に付き合ってたとかってことじゃないみたいなんですけど、そういう女性が帰ってきて、でその人もな、まあそれ多分20年ぶりぐらいに彼に会ったら目が見えない状態になっててってとこで、ちょっとでなんか近所に帰ってきたらしいってとこで、まあ交流があって、うん、でお互いちょっといろいろ、まあやっぱ目が見えないなりに生き方とかをあるじゃないですか、うん、であとなんかその勤めてた漁港がこうもうすぐ閉鎖になる、合併で閉鎖になるみたいな、こういう町自体がこうなっていくような状態みたいなんですね、うん、でその女性の方は女性の方で東京で女優やってるみたいなんだけど、お母さんの介護にちょっと戻ってきた関係で一個仕事を逃したりして、うん、これからどうしていくんだろうみたいな、だからそんなにその大きな悩みとかを抱えてる感じじゃないんだけど、そこでお互いの日常がこう合わさって、うん、交流が起きていくってお話なんですけど、だからすごく大きなドラマがあるわけじゃないんですけど、うん、しっかり静かに作ってる作品で、やっぱりね、でもこれ僕木村君は個人的にも長吉だし、はい、出てる作品、まあ、かなりそれこそ見てるんだけど、あ、そうか、こういう一面を引き出し方もあるんだなっていうのを大西監督がすごいそこで考えて、木村智樹を起用したんだなっていうのはよくわかる作品ですね。へ、それはちょっと楽しみですね。だから木村智樹を知ってて見るとそういう見方なんだけど、まあ、当然知らない方もいらっしゃるじゃないですか、だからそういう人たちがどう見るかって、まあ、これはこれでちゃんと全然関係なしに入っても、ちゃんと作ってある作品なん で今回、最長の99分の、はい、ちょっと落ち着いたトーンの作品なんで、まあこれはこれでね、なんていうのかな、まだ今までと、まあ、木村智樹のファンだったらファンで、はい、今までと違った木村智樹が見えるし、そうじゃなきゃそうじゃないで、まあ、ドラマとして、ちゃんとなんていうのかな、落ち着いたいいドラマなので、まあ、そういう形で今回入選になったって感じですね、はい。大西監督も今回が初長編です、ね、そうですね、だからそういう意味でも初長編でこんなしっかりしたものを撮るんだなというのはちょっと驚きを感じましたけど、はい、では箱舟、大西良監督ということで、この4本が12日の上映ということですね。そうですね、これ7本、はい、よりすぐりの7本ということで、はい、まあキープやってらっしゃるかご存知だけど、本当何百本とか100本200本からこう絞り込むのっていうのは、はい、まあそうですよね、苦しいですよね本当に。いや本当はもっといい作品あった、もっとって、他にももっととは言わないけど、他にもいい作品ってね、はいはい、いっぱいあるんだけど、7本とか、はい、まあ大体うちの映画数で8本前後なんですけど、はいはい、今年は7本なんですけど、はいはい、ね、この裏にどれだけこうね、そうですね、ちょっとこっちかこっちかでこう天秤が起こったりとか、なかなかでもそういう中を寄りすぐったので、まあちょっと自信の映画祭としては自信の7本だと、はい、いうことですね、はい。まあ、全体通してみて今年の、まあ、
ノミネートされなかった作品も含めてでもいいと思うんですけど、全体の傾向的なところではどうでしたか、印象というか。まあでも世相的なことで言うと、そんなに、うん、今回の7本別に全部暗いとかでは全然ないんですけど、うん、やっぱりどっかで世相の暗さとかっていうのは反映、傾向としては出てんじゃないかなって、うんうんうん、で今回でも実際ほらあれですよね、まあもうど映画のとしてはツール代はあるんだけど、借金に苦しんでるみたいな話がやっぱり出てきちゃったりとかね、はい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 、で就職で戸惑ってるとかね、うん、なんかそういうところはあるんじゃないかなと、うん、まあ逆にだから映画だからそういうことをこだわらないというやり方もあるんだろうけど、うん、傾向としてはそれはあったかもしれないけど、今回はでこれ7本結構バラバラですね、今年考えると、うんうん、ただこれ松崎武雄なんかに分析させると何か言うんだと思うんですけど、まあ、もちろん今年も松崎武雄さんも、はい、審査員も、はい、やられてらっしゃいますけど、はい、今年審査員がはい、まあ、プログラミングディレクターの加計夫さん と、はい、松崎武雄さんと東京テアトルの沢村さんに加えて、はい、今年大友啓史監督と、はい、俳優の磯村隼人さんも参加されるということで。これは大友監督はもう何年も前からやりたいって言ってくださっていて、でスケジュールが合わなかったんですよ去年まで、で今年はもう今年もやりたいって言ってくださってんで、でもそれはすごいですね、早々に逆にこっち発表しても絶対逃げられないいや忙しい方ですから、ね、スケジュール入ってきちゃうじゃないですか、だからもう先作戦として早めに発表して絶対大丈夫と外堀を埋めてしまうというか。で磯村さんはねこれ会った人は分かるんですけど、はい、ものすごいなんていうのかシネフィルなんですよ。うーん、ねなんか変な話だけど10年ぐらい前の斎藤工君みたいな感じですね、会って話をすると。今の斎藤工君ってその後ね、はい、ほらもう監督やったりプロデューサーやったりって、はい、そこからステップアップしてて俳優としてももうすごく成長しちゃったじゃないですか、うん、だからでも年代的にも工君より10ちょいぐらい下で、なんかでも僕10年ぐらい前に斎藤工君に会った時の感じがあって、はい、で縁としてはですね、中村酒店の兄弟っていう映画が、あれ13回かな、はい、あって白磯大地、はい、監督の映画で、であの時に田辺映画がセレクションって言ってこちらで入賞すると翌年テアトル新宿と、うんうん、シネリーブル梅田でかかるんですけど、うん、その時にゲストで磯村隼人さんが、白磯大地君が友達なんで呼ん ですごく真摯にやっぱりやってくださって、はい、でその後中村酒店のけど一般公開になった時もまた磯村さんいらっしゃって。はいはい、うん、なんか多分そういうところで縁ができてるのと、なんか松崎武雄君もなんか添野さんとやってる、はい、なんだっけタイトル忘れちゃったけど、YouTube 番組で、はい、プラン75の時だったか、はい、違うかビリーバーズか、あー取り上げた時に磯村さんいらっしゃって、やっぱりその時ああすごく映画好きな方なんだなっていうか、映画に対して真剣に考えてる方なんだなって分かって、それでちょっと僕と武雄君で話してて、磯村さんとかもし、うんうん、審査員呼べたら面白いよねってなったら、うんうん、沢村さん、そのさっき言った東京テアトルの沢村さんも乗ってきて、これはちょっと無駄、ダメかもしれんけどちょ声かけしてみたらどうかってなった時に、うんうん、割とすぐ OK 出て、うんうん、あっ、なんかねちょっとねそれは感動しましたけど、ね、いやそれはすごいですね、うん、多分本人もそういう審査員やるの初めてなんじゃないかなと思うんですけど、はい、そうですよね、他で多分やられてるのはあまり見たことがないと思うので、うん、そうで多分そのこれからこの方絶対もっと忙しくなるから、うん、そうそう簡単に頼む、いや僕らも簡単に頼んだわけじゃないんですけど、まあただあれですよね、うん、今後もっと活躍されると、うん、そうそうコンタクトもなかなか難しくなる、そうですね、当然もっとビッグになっていく方だと思うんで、うん、やっぱりね、出演作品の選び方見ててもすごく映画に真面目に取り組んでる感じがされるん で本人も監督志向もある方なん で、 なんで、ね、ワウワウのドラマとか撮ってたりするんですよ、だからそういうこともあって、であと多分その高見坂店の兄弟のトークとか来たのは監督との関係性もあるけど、そういうことにやっぱ興味をお持ちなんだなっていうのはすごくあったんで、ちょっといい形で今回関わっていただけるということでね、なかなかでも
大友監督と磯村勇斗ってマッチングもね、なんかちょっとあの見たことないっていうか、まあそれはそうなんですけど、ちょっとすごい意外性がある。結構ドキドキしてます。大丈夫かなっていうか、あのいいよくもわいい意味で、うん、ちょっとあのちょっとさっきあの磯村さんのところでお話してたプラン75とかも招待作品で今回上映、はいはい、やります。あの招待作品が何本かあるんですけど、あのまああれですね、大友監督お呼びする感じで一般、うん、ルローニケンシンの最終章、うんうん、ザ・ビギニングって、はい、あれ前日たんですね、ルロケンの主人公はなぜああいう人になったのかっていう話をあるんですけど、それはシリーズは最終作なんだけど、話は一番昔の話っていうやつをこれを、やります、はい、でその時はやっぱ大友さんの舞台挨拶かトークがあって、うんうん、僕とあのあれ松崎武雄君でお相手をする、はい、で磯村勇斗さんの作品はプラン、75って、これね、あの75歳になったら安楽死、を選べるという日本、あの日本がそういう社会になっちゃうって話で、うん、で磯村さんはまあこれ倍賞千恵子さんが、ね、はい、その当事者の老女の役 で磯村さんはその要するに受付をやる役人のね、うん、役なんだけど、やってるうちに自分でやっぱりこう自分の身内のおじさんとかもそういう対象になってくると、これすごく悩んだり逡巡したりするようになっちゃうっていう役なんですけど、だからまああのこれそうですね、倍賞さんと磯村さんと河合由美さんがまあ割と主役級で出てるんですけど、その作品を、やるということで、これはねあのやっぱり海外の映画祭とかでもそうですね、あのこれあのすごいね、今話題になった映画なので今年、まあ、実際ねちょっと今の日本見てるとシャレにならないようなお話ですからねこれね、うん、いやだからあの見逃してる方はぜひいい機会になると思いますね。東京から田辺行くのはなかなか大変ですけど、まあまあ、あと田辺界隈の ね、 あの関西の方ね、ご近所の方とかね、うん、ぜひあの見る機会なかった方、まあ、あの大阪からも遠いですけどぜひ、まあ、和歌山の方とかね、はい、あの来ていただけると、ね、まあ、あのまあこれ要するにコンペのさ、うん、今年ってさっきも言いましたけど会場が一つなんで、うん、続けてみようと思えば見れるんですよ。そうですよね、去年は、ね、な特別上映見ちゃうと、はいはいはい、コンペ見れなかったりとか、うん、ただ、うん、まあ、 あの特別審査員の作品はやっぱりコンペとはあの別枠でやるので、うん、あのまあ、見れたんですけど、うん、ちょっととにかく今年は同じ会場で、ちょっとこう、ね、合間入れたりとかしながらやるので、うん、見ようと思えば全部見れるので、うん、あのぜひ来ていただけるといいなと。あとあれですね、うん、あの一応審査員であるとこの東京テアトルの沢村さんがプロデューサーだった、はい、ちょっと思い出しただけとかも、ね、そうですね、ちょっと思い出しただけも上映がありますし、あとお別れの歌、あこれはあれです、あの柴田圭介監督、柴田圭介ってのは第8回のグランプリ監督で、うん、ひとまず進めて作品から、まあその後ね、8年経ちましたけど、うん、順調にというか劇映画も何本か撮りましたし、うん、あと今 テレビの、ね、深夜ドラマとかですごく活躍してる柴田圭介が、撮ったこれ最新の長編劇映画ですね。だからこれ公開去年あのムジクとかでやってたけど、これもまあそのうち公開になるんじゃないかと思うんですけど、うん、浜翔吾君とあの今泉優、さんがちょっとこれ名前を呼ぶ方が忘れたけど、はい、今泉優さん、あそうだよね、最近ちょっと引退するって発表されて、はい、ちょっと話題よくそのまああまり言わない方がいい。そうね、あのまあちょっと最近あの話題になりましたね。はい、あのそのそれも招待作品としてやって、はい、あとはあのベイビーブローカーありますね。はい。はい、まあタイムテーブル的にも鳥を飾る感じでベイビーブローカーですかね。ああそうです ね。これはすべてこれだから閉会セレモニーの後だと思いますね。はい。はい、まああの超話題作の一つという。そうですね。となると結構、元に戻る、はい、戻っていく感じで今年は盛りだくさんですね。そうですね、あだからちょっとその会場の関係で招待作品が例年よりちょっと少ないのかもしれないけど、はい、まあ、あのやっぱりちょっとまだ落ち着いたとか言いつつもコロナ対策はちゃんとしなきゃいけないので、あの200人の会場でコンペやるとやっぱりこう隙間がね、はい、1300ぐらいだと、はい、まあ、これ正直言うとそんなに満席にはならないから、うん、まあでも逆に間隔を空けて座れるっていうのだからちょっとコロナ対策がちゃんとできるという意味で大会ホールでやって、うん、まあただ流れ的には通常モードに戻ったんで、はい、やっとなんかちょっとホッとしたとか、ね、やっぱ一昨年そのオンラインとかで、うん、あの
司会やろうって結構なんだろう、閣下総用というか、はいはい、なんかやっぱりちょっとこうね、うであれじゃないですか、そのほら、その年は8人だったかな、はい、8人か9人監督いて、で最後賞発表の時に全員こう、はい、自分でオンラインつないで、はい、なんとかです、はい、わーって盛り上がるけど、なんだかやっぱちょっと違うじゃないですか。まあそうなんですよね、うん、なんでしょうね、あの何とも言えない空気っていうのは。いやあれはそのスキップも当然やってらっしゃってたんであれだけども、その年としてはもう最善を尽くして、まあもちろんそうなんですよ、その達成感はあったけど、うん、終わった後やっぱり何だったかなって感じでちょっとどうしても、そうなんですよね、うん、まあもちろんあれがその時できる最善できることをやったとは思ってますけど、うん、なんかやればやるほどなんていうのかな、なんでリアルでできなかったのかなっていうちょっとこう悔しさみたいなのが残ってしまう、まあそうなんですね、できなかったですけどね、うん、どう考えても一昨年はまあもうしょうがなかったですけどね、まあ、そういう意味でも今年はようやくですね、やっぱやってみて、オンラインの時代をこう迎えてみて、やっぱでも映画祭って現地でやらなきゃダメだなっていう、やらなきゃダメだなと思いましたね。いやだから併用するっていうやり方は当然スキップさんも今年やってた、うん、やり方は当然そういう形でもありだと、うん、PFF とかもそうだから、あだけど田辺の規模感とかいろいろ考えると、うん、まああえても今年はオンラインはやらないというか、うん、リアルでやる意味をちょっと追求しようという、うん形で、でやっぱりその田辺遠いからなかなか東京から来るの難しいけど、はい、やっぱりなるべく来てくださいってでこれ別にオンラインやってる他の映画祭に対して批判とかでは全くなしにね、はい、やっぱり優秀な作品で被ってくるじゃないですか、はいはい、それがやっぱりオンラインで何度も擦られるのってそんなにいいことじゃないと、それはおっしゃる通りだと思います、うん、思うんですよ、うん、で特にほらいやちょっともう名前は出さないですけど、はい、本当にオンライン中止になっちゃった映画祭とかになっちゃうと、あ、はい、まあそうですね、何個かどうなのかなって、ね、ありますね、会場の名前は冠してるけどもそうするとあ何を言ってるかも分かっちゃうんでやめよういや大丈夫です、大丈夫です、でも会場の名前は冠していても実際そこでほぼやってないってなっちゃうと、うん、ちょっとそれは厳しいなと思うんですよ、それはいろんな事情があってそうなってるから、うん、別にその映画祭が悪いとかってことじゃないんだけど、うん、やっぱり実感としてこの3年間、うん、自分が映画祭関わってあと他の映画祭見てて、うん、やっぱりリアルって絶対そうですね、あと交流とか考えちゃうと、うん、やっぱりあったんですけど今年のね去年の田辺の入選作でパラレルって作品があったんですけども、はいはいはい、その冒頭にちょっと出てくる役で、うん、峰尾翔君って俳優が出てるんですけど、それは田中大輝監督がその前に入選した時に映画祭で別の映画に出てる峰尾君と会って、うん、あぜひ出てほしいと思って、だからこの手の出会いというのがそうなんですよね、うん、確かにおっしゃる通りそういうものがなくなってしまうっていうのはありますよね、うん、だから去年はまだ良かったのは監督が現地行って、はい、8組の監督が現地行って、うん、その8組はすごい仲良しになって、うん、で去年内田英二監督が審査員で、うん、内田さんもすごく面倒見のいい方なんで、うん、すごく良かったんですけど、でもやっぱりちょっと物足りないのが俳優が来てないから、うん、そこの化学反応がもう一つ起きてこないっていうのはあるじゃないですか、だからそのあんまり人数多くなったらやっぱり今でもコロナの脅威は去っていないからどうかとは思うんですけど、ただやっぱり監督がいて俳優がいて、うん、まあねその上映以外のところでも、うん、まあわちゃわちゃやって、それはねご飯食べるんでもお酒飲むんでも、うん、ちょっと遊びに行くんでも、うん、あると化学反応って生まれてくるん で、うん、それは逆に言っちゃうとほらスキップだって、はい、割とこの西川口のちょっと遠隔地にあるじゃないですか、そうですね、ちょっと隔離されたところでやってますね、田辺もまあある意味そうですよそれで行っちゃうと、はい、だから余計そういうの必要だなって、うんもうね、そこにいるしかないっていう環境でやってますからね、まあでも本当に映画祭って特にイベントなので、そのリアルでやることにむしろ意味があるっていうのはすごくこの 2,3 年オンラインを経たからこそ痛感しましたね。そうですね、でオンラインの意味ってのはもう僕はあるとは思うんですけど、うん、やっぱりちょっとなるべく人と人とが、うん、だ人と人が触れ合えなくしちゃったのがコロナだったから、うん、もう致し方なかったんだけど、やっぱりこの去年一昨年っていうのはどうやっても不完全燃焼だったから、うん、ちょっと今年はねそこはちゃんとできれたらいいかなと、はい、
だからあのこれを見てくださってても田辺来ないと見れないから意味あるのかね、突っ込まれるかもしれないんですけど、でも映画祭って本来そういうものですから、まあ、そうなんですよね、うん、映画祭って本当にそこに行かないともう見れないっていう作品を見に行くのが映画祭の一つの意味でもあるので、うん、そうですね、特にあの今回っていつも、まあ、あるんですけど、今回そうか他の映画祭でかかってるものもありますけど、はい、割とかかってないものも多い気がするので、そうですよね、明ける夜は大人気ですけど、ね、明ける夜にはあの他でももちろんかかってますけど、四、うん、人姉妹も去年いくつかちょっと短編系の映画祭とかではかかってますけど、あとまあちょこちょこ引っかかってはいると思いますけど、うん、このあと玉とかでやる作品も入ってはいますけど、うん、ね、あ、だからあれですよ、興味持ったらあの玉行ってください、その田辺来れなかった田辺来れなかった方はあのどういう作品かなって、ね、はい、まあ、あとでも入選作品がまたセレクションで、あの東京と大阪でもやりますので、ね、あのいつ来年のいつか分かんないですけど、まあ、あのこれ、まあこれはだからちょっともう一回繰り返すとね、あの今年7作品で入賞作品が全部で何本になるか分かんない、はい、複数受賞とかもあるから、でも例年大体少ない年で3作品ぐらいで、うん、多い年で5作品ぐらいが、うん、まあ、入賞して、うん、翌年テアトル新宿とシネリーブル梅田でやると、はい、いうことで、あの、ね、この前、つい先日、はい、田辺勉強画祭セレクションやらせていただいて、うん、今年あの史上2位の動員だったので、あ、すごい、あの、おかげさまで、おめでとうございます、活弁シネマクラブのおかげで、おめでとうございます、ね、あのちょっとそれを励みにしながら、はい、あのそこからステップアップ、さっき言ったの柴田圭介みたいな、うん、はい、そうですね、うん、そういう監督がもっとどんどん出てくる、そうです、まあ、あのもうちょっと前だとね、うん、今も大活躍の今泉力也だとか、そうですね、天野千尋とか、はい、袖由紀子とか結構まあ出てきているので、うん、あの皆さんもちょっとそういう人たちについで行っていただけると、うん、あ、そうね、最近安川由香もこう来ましたからね、そうですね、うん、そういう意味ではちょっと田辺から出てきている人たちっていうのは割と今いるので、うんうん、あのぜひあのこの際ですね、やっぱっ田辺まで来ていただいて、はい、ぜひぜひ一人でも多く来ていただいて、ちょっと見ていただけるとありがたいなと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、というわけで第16回田辺弁慶映画祭を、今日は特集いたしました、はい、11月11日、金曜日から13日日曜日まで、和歌山県田辺市紀南文化会館で開催ということで、じゃあ今日は以上ということになりますけれども、最後、はい、松崎さん、じゃあ何か一言締めあれば。あ、わかりました。まあ、これはスキップとかもそうなんですけど、日本映画の未来を見る場所と、うん、あ、スキップは海外の映画祭、海外の映画祭、まあまあまあ、あれはですけど、やっぱ日本映画一応あのコンペ中心で、うん、そうですね、いや、まあ、田辺の場合特にあのメインが日本のインディーズ映画のコンペということなので、はい、ここは日本映画の将来を未来を見る場なので、うん、ぜひ皆様ちょっと興味を持っていただいて、あの田辺までいらっしゃっていただくのはベストですけど、まあ、来れなくてもちょっと気に留めていただいて、はい、翌週多摩で見るのもいいですし、あ、そう、ちょっと冗談ですけど、まあ、いくつか被ってますからね、はい、あのもしくは来年、うん、入賞作品が、テアトル新宿シネリブルムでやるので、その時もちょっと期待に胸を膨らましていただくとか、はい、ちょっといろいろ楽しみ方あると思いますので、はい、ぜひちょっとご注目していただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。では今日は以上です。次回の動画をお楽しみに。